これ何お酒か。濁り酒。触るないよ。見先。これ濁り酒。これ白いでしょお酒が。これ日本で濁り酒って言うの。ああ。触るないって言ったでしょ美咲ちゃん。ああ。これも触るないよ。うん。あなた。え、ここくんね。わし見るわあなたの。で、持っててわし見るできるから。 ちょっとね。うん。白いやろ。な、濁り酒。あ、甘酒の香り。
美味しい。ちょっと甘い。うん、甘い。そうそう、甘いか。うん、ね、そこちょろちょろしょったら。おお。ポカポカする。触らないんで。あ、あれ箱だけお見せてあげて。できる？ダメよ。中におチョコが入ってる。これちょっと置く。それから、カップもちょっと置く。美咲箱だけあげて。美咲、おいで。美咲、カップと箱と一緒ここ。な。な、ここ遊ぶ一緒な。はい。美咲、これ箱あげるね。はい、美咲。美咲、おいで。日本酒の香りすごいね。さっきのあの甘い香りじゃないな。さっきの甘い香りじゃない。色はちょっと黄色っぽいやろ。うん、あ、辛くなかった。飲みやすいお酒。飲みやすいお酒。ママ。これも日本酒だね。そう。綺麗やね。日本酒。ゼリーの食感って書いてある。花びらを楽しむ。これ珍しいお酒ね。どうやって開けるんだったの？ちょっとあなた、私のカメラまっすぐ顔ちょうだい。今あなたこれ辺にあげる。どこに行く？あ、私これ、私のまっすぐ。うん。美咲が来た。なんかちょっとこれ多分変わすごい変わったお酒で、じゃあみさき箱ここ持っててね。お父さん箱みさきあげてね。じゃんじゃんじゃん。ほらほら見て。おお、きれいね。あなた花びらが入ってる。これなあ、あなた飲む見てみ。どう？でもこの花びらを飲もうったら相当入れにゃここまで出んで。ちょっともう一回むくみたいよ。うん、むくみないから、うん、後ろがむくゆう。あ、そうこれ、うん、OK。 なんでどう切れ見るね。みさき、これ箱みさき持ってる。結構置くね。みさき、これあげる。はい。あ、みさき、おいでおいでおいで。で、みさきこれ。で、これあげる。あれあれあれ、みさき。みさき、あれって。いっぱい、わ、すごい。甘い香り。ピーチの香り。あ、そう。うん、桜で。うん、でもピーチの香り。これちょっと一枚花びら入ったで。これがゼリーの食感だって。ピーチの香り、香りだけ。どう？ピーチの味がする。これ日本酒？ワイン？どっち？でも日本酒。全部ワイン買うなよ。うん、全部清酒って書いてあったからな。美咲、うん、そこ危ないと思うで、父さん。ほら、ほら父さんさっき言ったでしょ。ごめん、間違えた。かわいそう。
ちょっとこれ200個大きいだから開ける。うん。それ父さんがね。かっこいいね。あなた、みさき行きましょう。気をつけてみて。みさき、みさき、箱ここ持ってる置くな。あれあれ。お父さんあげる。よーし、よーし、乾杯。よーし、あっちよ。みさきここ置くな。ああ、いいね。あなた持ってて綺麗から。いや重たいから。だから綺麗から言う。これ焼酎杯。これお祝いのお酒やな。何からこれ。これもお米よ、お酒だ。お米。日本のね、これ松茸梅松竹梅、うん、松茸梅な、めでたい時に使う言葉な。うん、同じ具合ね。うん、綺麗よな。見せけ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 、危ない、おいでおいで、おいでおいで、なんかこれも振る。あー、日本酒見せけ、ここで終わって、おいで、こう切るのか、これなあ。うん、よいしょ。まさにようするね、みさき。よーお、よーお、えれれ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 、せーの、よー、わー、きれいな色だね。きれいね。じゃあ箱中だ。持ってて、お父さん待って、持ってて、綺麗から。ちょっと持ってて、開けるなよ。え、お、ないで。どう？よー。よー。オッケー。さっき、おちょこどこやったかな？飲んだ、あ、ここに。店にこぶすわ。よー、そばに、ここちゃん。何かく、あ、同じ字だ。松茸、うん、さっきね、取れたのにな。今度取れんな。おお、危ないよ。手って痛いなるで、手って痛いなるで、これ。うん。
松竹梅、これも松竹梅、本読むよ、みさき、せーの、ほら。危ないよ。危ないよ、みさき。無理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 。ちょっとだけ入れるからね。ちょっとだけ入れるから。これ、ちょっと見て。これ。これ。これ。ここ、金がある、金が。さ、動くないよ。これ、もう一回な。これ。これ、みさき、金、これ。これ。おー。見える？きれいきれいね。金。クックな。うん。見えるかな。見る見る。これ。おお。こっちの方よく見る。あ、これよく見る。綺麗ね。これあなた飲むでしょうね。うん、あ、パソコン大丈夫かな。うん、大丈夫。みさき、みさき。ちょっと金入らんかったね。1個だけ入った。ちっちゃい。見えないかもしれん。あ、一番日本酒の香りがする。こっちとこっちの匂い全然違うね。な。全然違う味。次に飲む。あれ、大きい。あれ、大きいで。うん。ははははははは。あー、ぷぅぷぅぷぅ、痛いな。すごいな、これも濁り酒と。これお酒何から？見える？何から？菊屋さんから来る。何？ゆず。ゆず酒だって。ゆずのお酒だって。な。これちょっとこれ。これも菌が入ってるよ。そう。あ、消して。お。あ、あるある。大きいよ、これ見て。おお、これ大きいね。うん。もっともっともっと美味しい。もっと。前回はこれ半、これなったそれするをよく見る、うん、大きいがある、うん、ないいな、みさき、一番嫌いなやつ。みさき、おいで。それ危ないと思う。危ないと思う。うん。
ni con ella para nada, ¿eh? Para yo. ちょっとこぼれたね。みずきおいで逃げる。おいでみずき。あ、柚子の香りがする。柚子の香りがする。次一番高いのムーで、あなた響き。響きますよ。うん？今響き見るから。だって日本酒日本酒って言った方がいい。あ、そう。これ焼酎ウイスキーじゃん響き。うん。じゃあ次これ同じ吟醸焼酎は。うん。ちょっと向こうちょうだいよ、あなたあげる、今もし見るできない。反対よ、反対。西の関あるから、じゃじゃん、箱見せてあげて、見せて、あれ箱もらって、ちょっと黄色いかな。だいたい日本酒はこんな色すると。あ、日本酒。このこれに包んであるのは何なのかわからないけど。じゃあ開けて。シロールを全部切っとくか、だんだん根が回ってくるけ、うん、見せかけちゃった。
Sí, coco, mira. No.全部日本酒で、日本酒。全部飲むよ。これウイスキーか。長屋。これ梅酒や。あ、な、長屋だから。めちゃくちゃ。何をしゃべるか。いいじゃない。梅酒だって。これ梅酒。中見た？中見てない。ね、ああ、金がある金。うん、焼酎な、いいちこ焼酎。これ日本酒やね。ちょっとあなたこれまっすぐする？まっすぐない。何がまっすぐない？いちことこ全部これまっすぐないかな。そうわざとしとるよ。わかるよ。まだ飲んでないからね。後からなれば後から、うん、西の席、これ西の席3回目だったかな。あるある、みさき気をつけてよ。え、すぐ飲むのこれ。うん、日本酒と同じ、ずっと日本酒来たから。ああ。な、
のちっちゃな冷蔵庫に入れて飲めばいいな。うん、まあ、あとあなた好きにして。やめといたらいいと思うで。見せていい？その美咲遊ぶために買ったおもちゃだけな。いいよ美咲。これは何かな？菊屋坂、菊屋坂だって。これ日本酒屋の名前から言ったらな。ああ日本酒屋、菊屋坂。一番黄色いで見て、色一番濃いで、うん、ああ、見せて。ジンジン銀って書いてあるな。よく見る。 47% ボンもいっぱい、ボンもいっぱい。ビールが 5% とか 5.5% だっけね。それの約10倍。わかる？ビールが、ビアは 5%、うん、これ 47%、うん、10倍。みさき、おいで。おいで。危ない。みさき、おいで。お母さん、ここ、おいで。みさき、おいで。うわ。これちょっとやめた方がいいね。かわいいやろ、小さいから。ねえ。これ。かわいいね。は？No, no, 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 no. It's okay. Oh, いいね。うわ。口の中すごい。すごいアルコール。うわすげえ。お飯。金箔入り粉。じゃあ金を見ていただきましょう。はい。ほら。おお、綺麗。うん。危ないじゃない？
あ、できたじゃない今これ。うん。ちょっとできたね。もう一回もう一回もう一回。オッケー。もう一回やってみる。でもま、もうあの後ろちょうだいね。ちょっとこれ向こうは難しすぎるから。これ失敗だったな。うん、まあいいよ、飲んで、飲んで。すげえこれ。ここ。気をつけて。これ梅酒だけもうね、こういう色やな、うん、これ甘いんな、うん、梅酒。みさきちゃん、こらこら、みさきちゃん、はい、金箔入り梅酒。これがブランデー風、ブランデー風長屋梅酒、梅酒とブランデーミックスみたいな感じだって。あ、梅酒の味と匂いとちょっとブランデー。ほら色は一緒、味がどうかなやな。ああ色一緒。梅酒のちょっと薄いよ、飲みやすい感じ。わしも匂い分かったね、ここいる、うん、少しブランデーがあるな。長屋で、これがいつもみんな飲む長屋の。そうそうそう、ベトナム人もみんなこれ飲むよ。ただこれベトナムで買うとすごい高いんでな。あなたあれ果物も食べる？果物ね、梅、梅な、梅、梅食べてみ。これが多分これ何なんじゃ。澄み渡る紀州の大地からって日本語で書いてある。長屋梅酒、本当に梅が入ってる。1,2,3,4 ね、梅が入ってる梅、うん、梅が入ってる。あと一個梅出る。汁梅見たよ私。うん、いいよ。さあ飲んだらどうじゃろう。うん、梅。そう。梅は美味しいな。うん。うまい。うん、いやみんなこれ飲む、いっぱい見たよ。
これが一番味が梅の味が一番するこれが、うん、うん、でもこれ閉まらんで待てな、しかも入らんし絶対にな、なぜか2個ついてきた。え、いくらか2個なんだ。あなたこれ違う違うよ。これ持ってるちょっと食べてみよう。お酒いっぱいとか苦いとかどう？長い時間お酒したから今味どうなったか。ちょっとだけね。いっぱいじゃない？だってこれ食べれるもん。どう？梅酒の味。梅酒の味。うん、これ1個食べたら酔っ払いになるで。いやちょっと来月それからモールを食いて。もう戻さないでいっぺん噛んだのに。うん、問題ないよ。じゃあこれビデオ撮るのやめて。いいよ、あなたを食いて問題ないよ。なあ、ビデオ撮るのやめて。じゃあやめてよ。なんで？戻すから。大丈夫よ。やだよ。じゃあこれカットするで。なんで？そりゃそうやん、おかしいじゃん。みんな不注よ。かわいい思うよ。はい。はい。もういらんでこれ。酔っ払いよ。ふわふわする。梅酒っぽい。あと一個まだ飲むな。そう。と一番高い。響き。まあいい子はね。うん。あなた何回飲んだな。何回も飲んだいい子は。うん。普通これ水割りだけね、水で割るけど普通はね。お、焼酎。やっぱり焼酎を飲んだらこの辺が。うん。いいか。ここ。これはみんながみんな飲まへんで、このお酒は。なあ。ちょっと待ってみる。これはみんながみんな飲まんで、これ。これ、お金書いてあるけ、これ。日本お金はいくら。ああ。みさけ、おいで。14,870だもん、これ。な違うよ。1,400万で。あ、ほんまゼロがたくさん。1,400万。3,400万で。7万円。7万円。うん。そんなお酒飲む人おらんねん。なあ。7万円。七万円って言って。うん。日本でみんなご飯食べる1ヶ月のお金で。なあ。なんで高いか。チェックする。17年。美咲。みさきダメよ。ポンになったら痛いなるで。みさきおいで。ほらこれ。サントリーウイスキー。みさき。これなんか取り方が。あなたもう一回。前回綺麗に見るようになった。もう一回して。何が？
ahora creo. No, yo no, Anata. Ok. これだけが日本人の1ヶ月のご飯のお金で。な、1ヶ月で日本人。そう。うん。開け方もわからんで、そりゃ。開けたことねえね、今まで。な。って言ったらここに書いてあった。こっから開けてくださいって。やっぱり同じ支払いお金のこれ合うか高いは当たり前か、これとこれはあれやね、水割りやな、水割り。そのまま飲んだら濃い。ちょっとあなたこれ持ってて、これ持ってて、私全部これ入るする写真もう一回するね。笑ってよ。一ヶ月分の分、一ヶ月分で一ヶ月。だから今写真するよ。ちょっと変じゃない、今上げすぎて変じゃない、だから見えてないじゃない、こういうこっちの方がいいじゃない、見るといけないよ、ちょっとアップだったよ、あんまりアップしたらアホみたい、またな、またな、オッケー、イエイイエイ、水着入るか、水着一緒入るな、みずきいっしょ、お父さん入って。おいで、みずき。おいで。ふたりいっしょ、わし、初めて写真するね。おいで、おいで。で、きれい、きれい、きれい、写真するね。みずき、はいはいはい。はい、頑張って。ちょっと向こうちょうだい。今、向こう見るできないから、お名前。何、お酒か見るできない。みずき、ちょうどあなたの手で。手、みずきいるって。はい、みずき。せーの。1、2、2。見せぎ。オッケー。うまに、まげ、まげ。うまい。うわっほ。触らないで、触らないで。うんうん。はい、みずき。はい。オッケー。オッケー。オッケー。あ、これもあるあるするからね。ないないするからね。はい。ないないするからね。ちょっとこれ袋がいるな。うん。うわ。うわ。はい、ちょうだい。大丈夫、酔っ払いになった、酔っ払いよ、酔っ払い、
もうこれ足も動かんもんだってここよ。今どれをリュウコ置く、美味しい思う？うん。冷蔵庫入れるのはこれとこれやな。うん。これもこのままでいいかわしな。うん。もう今日無理だから絶対美咲風呂。でも何かパラシー翔太もう一回お化けが出る。